そうですね、やはり私と彼らのつながりとしてはそうやってあの魂のその純粋なところを守ってくれる存在ですね。だからこそこういう絵を描いて、まあ、目を特徴的に大きく描くんですけども、その目を大きくすることによってなんかその我々もつながって、そして守られるというような意味で、で 絵というのは基本的に飾られるものですので、飾られた時にその場所を守るようにという、まあ、あの役割を共にこう共感しているというところがあります。そうですね、まあ、最初きっかけになったのはライブペイントを、あの福岡にあります、あの能楽堂というところがあるんですけど、まあ、能っていうのはあの日本の、まあ、伝統芸能の一つなんですけれども、あのすごくこう神様というか、まあ、丁寧の中も純粋な祈りみたいなところに近い踊りがあるのかなというところ でそこからあの白い袴というのを着るようになって、で描く前に、まあ、そういったあの こういう存在に、まあ、敬意を表すという意味で今白い服であの描くってことがまず最初に始まりました。まあ、そこからですね、あの本当にちょうどその少した後ぐらいからタイの方にも洞窟の方で瞑想をしたりっていうことをがつながりまして、でそこからあのマントラっていう、まあ、パーリー語っていう、まあ、とても古い言葉なんですけれども、まあ、そういったところも勉強しながら自分でその言葉を唱えながらこう深いところにこう落とし込んで、そこからこう出していくっていうことを学ぶようになりました。もともとはあの線描画っていうのがすごくこう興味があったので、多分小さい頃見てたあのヨーロッパの絵本だったと思うんですけれども、まあ、その影響があってこう線を描くっていう、まあ、多分それもおじいちゃんとかとつながるかもしれないんですけど、やっぱりこう一本の線っていうのがすごくこう力があるということを小さいながらにこう感じていて、それを探していたの探してまして、で18歳の頃に東京に上京して美術大学に入った時にあの線の、まあ、方法というのに見つかって、でそれで銅版画っていうのを始めたんですけれども、でだんだん大きくなってくるにあたって、その自分の本当に表現したい方法っていうのを模索するようになりまして、でまあ、あの25、6の時にニューヨークに行って、で、まあ、その色の大切さっていうのを勉強した後に、あの日本に出雲大社というのがあるんですけれども、まあ、そこであの人々の祈りがあの色になって天に上がってくる瞬間を見たんですね。でその時に、あ、こういったあの真珠たちの存在を描いている中で色っていうのは本当に大切なことですし、で人々はあの本当宗教関係なく祈るって気持ちはもう誰にでもこう平等にあって、なんかそういった純粋な思いっていうのをもっとこう表現するにあたって色っていうのは重要だなっていうのに気づいて、あのこういうアクリル絵の具っていうのを使って表現を始めました。なんかあのいっぱい結構いまして、いっぱいいるっていうとなんかあれなんですけど、結構なんかいっぱいいるなって思っていて、あ、なんか守られてる土地なんだなってすごい感じたんですけれども、あの、まあ、台湾では台湾水流というのを描きましたけれども、なんかここだとですね、なんかこう鳳凰みたいな鳥だったり、あと、まあ、まあもちろん竜もいまして、なんか竜となんかこう鳳凰みたいな鳥みたいな、すごくこういろいろななんかこうエレメントをすごい感じますね。なんかそれがライブペイントでこうちょっとなんかこう湧き上がって作り上げられたらいいなと。